マダガスカル島の鯨類の大きな特徴は何かと申しますと、一つは長い鼻面にあります。長い鼻面、これ私たちの鼻孔が広く匂いを使ってコミュニケーションしてます。二の腕、両脇、お尻、臭腺、匂い治療の線が発達しておりますので、その匂いをこすりつけてコミュニケーションを取ってます。ですから、ここってステンレスのハイドなんですが、檻全体に、中全体に見合わせてください。なんか茶色になってるんですよね。それ匂い治療つけたと思うんですよ。で、この長い尻尾、この尻尾見せて、これで、ね、物を掴んだりぶら下がったりができませんが、この尻尾に匂いをつけて振ってですね、まあ、威嚇であったり相手のコミュニケーションをやっております。で、一番面白いのは匂いを使ってもらって面白いのは群れの形態です。それは何か、母系社会なんですね。ですからチームリーダーがメスです。ですから各群れの中の序列が母ちゃん、姉ちゃん、妹、その他オスです。で、その他オスには父ちゃん、兄ちゃん、弟が、わかったわかったわかった、あ、入れたげっか、やめなさいって。その他オスには父ちゃん、兄ちゃん、弟が全部入ってます。メス中心社会はこういう傾向、まあ傾向なんですが、全部が全部そうではないんですけども、そういう傾向があります。メス中心社会だと面白いところですね。で、寿命なんですけども、大体人工飼育ですと20年から30年。野生です、10年ちょっとです。で、人に懐くんですかというご質問に関しては、懐かせられなくはないという、ちょっと妙な言い回しになるんです。どういうことか。あのですね、人懐かせるには簡単ですよ。おー、じゃあバカだね、もうやめなさいと。お父ちゃんいじめじゃないの、もう分かったみんな落ちちゃうの。あれだ、ほら食べなさい、もうちょっとなんか持ってきなさい、もったいない。こっち来い、こっち来い、バカだ、お前もう怪我するな、もう上手ね。で、あの懐かせられることはないですが、一頭一頭バラバラして人間の中で立ってあげれば懐かせることができます。ただ取り扱った際に猿になったらこの前だと。メスからアプローチかけても怒り狂ってるんですよ。完全にロジカもずれちゃってるんですよ。こういった意味だと、で逆に言うと、ここではですね、研究用ですので、まあ、猿の群れ、いわゆる猿同士で飼っちゃってるんですけど、ロジカは猿の中で、ね、懐くのがこういうロジカだと思うんですよ。誰かというのも。普段、このことで雑食している時、野生ですと葉っぱや花や昆虫、木の実なんかを食べておりますが、ここですと野菜や果物を中心にあげてますけども、一番好きな食べ物はバナナだったり、ただしバナナあげすぎると、これ、最近ちょっとね、動物園の方ですと、バナナがやめてるって、この場合、ガソリン家族みたいになったら、あの、かかるよ、単純に。だから、こんなもん、一か月で見るところに逆転あげるんですけど、この辺りで、この辺りで、ゴールデンウィークみたいな感じはよくあると思うんですけど、ちょっと考えないと。
野生だと本当に生存なんて大変だから、水が確保できるかできないかの生存率が変わる。もう一つ変わった生物紹介します。よいしょ。これ何か、これですね、テンテック、ヒメハリテンテックというマダガスカル固有の哺乳動物です。で、これハリネズミじゃ